は高校生応援企画青春の向こう側です。マチコミでは埼玉県内の学校を全力取材。コーナーを通じて高校生たちの熱いパフォーマンスや思いを学校紹介とともにお伝えしていきます。それでは VTR をご覧ください。はい、始めます。今回の青春の向こう側は花咲徳栄高等学校女子硬式野球部。花咲徳栄の野球部と聞くと男子野球を思い浮かべる人も多いと思いますが、女子も強いんです。その実力は全国大会でも優勝する実力です。全国制覇を目指して少しでも先輩方に近づけるように日々このグラウンドで練習に取り組んでます。埼玉県加須市にある花咲徳栄高等学校。花咲徳栄をはじめ多くの女子野球チームがあります。各チームのレベルも高く、全国大会の試合会場にもなっている球場もあることから、加須市は女子野球の聖地とも呼ばれています。西武ライオンズなどの社会人の中でも強いチームがたくさんあるので、とてもいい環境だと思います。花咲徳栄女子硬式野球部の特徴はチームワーク。練習中はもちろん、普段からコミュニケーションを取り、チーム一丸となって試合に臨みます。試合中や練習中などは学年関係なく、全員が一つのプレーに対して声を出し合ってコミュニケーションを取りながら全野球で頑張っているチームです。自慢のチーム力で優勝を目指した春の選抜大会でしたが、初戦の相手が強い相手っていうのは分かっていたんですけど、ユース大会でベスト8になったチームだったので、その選抜大会でベスト8以上を目標に掲げて臨んだ初戦だったんですけど、まさかコールド負けという結果だったので、その時は言葉が出ませんでした。1回の回だけですごい大量得点を取られてしまったところで、もう完全に流れが相手のチームに行ってしまって、その流れを自分のチームに引き戻すことができなかったのが敗因だと思います。敗戦当初は下を向いていた日もあったそうですが、この敗戦がチームを強くしたと話します。以前から先生などに勝負事になるとやっぱり消極的なプレーになってしまうと指導されることが多かったんですけど、春大で負けてしまったってことから、一人一人が守備の面でもバッティングの面でも積極的なプレーが増えてきたと思います。積極的なプレー、彼女たちの変化はすでに試合に現れていました。実は試合前にこんな話をしてくれていました。初回からトカルのペースになるように雰囲気をしっかり作って、自分らの攻撃をしっかりして積極的なプレーを増やしていければいいなと思います。大川選手、古澤選手の積極的なプレーはチーム全体を盛り上げます。春の選抜から変化、監督はどう感じているのでしょうか。やっぱり選手たちがもう春の敗退を機に、このままじゃダメだと、やっぱり何か
変化しなきゃいけない、変わらなきゃいけない、そういった部分でまずは一球一球の大切さだったり、自分自身がどういうふうに成長したらいいのか、どういうふうに行動したらいいのか、一人一人考えていろんなことをプレーに生かせるように日々の努力と、そして、勝とうという気持ちと、そして集中力、まだまだ集中力が足りないですが、まあ、最後の最後まで諦めずに戦う力っていう部分は、日々日々成長しているのかなというふうに感じます。全国トップクラスのチームワーク、そこに積極性が加わりますます強さを増した花咲徳栄女子硬式野球部、いよいよ彼女たちの夏が始まります。守備でもバッティングでもチームに勢いをつけれるようなプレーをすることが個人の目標で、チームの目標は目の前の一つ一つの試合に全力で戦って優勝することです。新チームからキャプテンと4番を任せてもらっているので、最後夏の選手権大会で勝ちに貢献できるバッティングだったり、やっぱり最後監督にもコーチにも恩返しをしたいと思います。チームとしては最後このメンバーでできる夏の選手権大会になるので、36人このメンバー全員で甲子園で日本一になって笑顔で門に帰っていきたいと思います。目がキラキラしてますね。そうですね、なんかチーム一丸っていう言葉が本当に似合うというか、素敵だなと思いました。この夏の選手権大会ですが、今月22日から開催されています。気になる花咲徳栄の結果なんですが、初戦で強豪のクラーク記念国際高校仙台キャンパスと対戦し0対14という結果でした。なかなか、でもこれは受け止めなきゃダメですね。そうですね、チャレンジをしていくということは勉強させてもらうということだから、何がいいのか何が悪かったのか結果が出てるわけですから、もうこれはしょうがない、でもチャレンジできたということは素晴らしい。そうですね、はい、そしてあの選手たちの頑張りを一番近くで見ていた阿部コーチからお話をいただいておりまして、あの相手の高校がレベルが上だったということもありましたが、最後の夏という緊張感から思うような力が発揮できず相手の流れを止めることができなかったと。ただ3年生たちは最後まで頑張ってくれました、また新チームとして出直しますとお話をいただきました。一歩前へ踏み出そう、はい、応援しています。私たちの高校にも来てほしい、私の部活動を紹介してほしいなど、マチコミに取材してほしい方はテレタマのホームページの特設サイトから応募できます。こちらから応募してください。またコーナー特設サイトやテレタマ公式 YouTube チャンネルでは今まで紹介した学校の映像配信も行っています。見逃した、またもう一度見たいという方はぜひこちらもチェックしてください。頑張る高校生をマチコミは全力で応援しています。ここまでは高校生応援企画青春の向こう側でした。